こんにちは。デザインペインターの大浦幸子です。私は、今回苦手なことにチャレンジをしました。苦手なことというのはカメラなんですが、露出を上げてふんわり明るく優しく撮るということです。苦手なものなのでもうしなくていいやってちょっと思っていたこともあります。とことん好きな方を突き詰めればいいとも思っていました。とことん好きな方はやっぱりちょっと露出を下げてかっこよくアンダーにアンティーク風にヴィンテージ風に撮るということなんです。でも苦手なこと、本で読んだんですけれども、好きなことは教わらなくてもうまくなると、上達するのが早い。でも苦手なことは向き合わなかったらいつまでも上達しない。で、私はどっちもしたい、できるようになりたいと思いました。っていうのも、私のオンラインショップに注文してきてくださる方はお花を明るく撮りたいっていう方も多いんですよね。本当に嬉しいことです。暗い写真ばっかり載せているんですけれども、明るい写真も撮りたいんだよねっていう人が多くって、でその人たちに応えるためにも素敵な写真のボードをこう出して皆さんに応えたいと思いました。そして私は昨年からカメラの練習とスタイリングを習いにリビングフォトの今道茂美先生のところに通っていました。その時にも先生には、幸子さんは明るい方も撮れるようになってねって、おっしゃっていただいたので勉強とか練習をしていました。でだいぶ、私も明るく撮る魅力にはまってきているので、今年の春夏にかけては素敵な明るいボードを作りたいと思っていました。そして苦手なことに向き合ってチャレンジをしました。チャレンジをするっていいですよね。もう最初はなかなかうまく生み出せなくって、ああもうやっぱりこれは難しい、向いてないと思ったんですけれども、でもそのままにしないでちゃんと最後まで、ちゃんと商品として世に出して皆さんにときめいてもらいたいと思いました。今こんな現状なので少しでも明るく幸せな気持ちになれる風を感じる写真を出したいとも思いましたので頑張りました。苦手のことも向き合いました。だから必ずできるようになるということです。チャレンジはいいですね。なるべく心が前向きになるように私も日々頑張っていますので、皆さんも一緒に、でも無理にはとは言いませんけれども、少しでも励みになればと思って動画でメッセージを撮りました。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。